漆に金、また鉛の板、それから銀を素材とする文字も加えて飾った江戸時代の容器。17世紀に作られた本阿弥光悦の作とされる国宝船橋蒔絵硯箱。東京国立博物館が所蔵する本作の作者は、装飾的な作風で知られる琳派の祖となった桃山時代から江戸時代の初期に活躍した芸術家本阿弥光悦であるとされます。この箱は全体を四角くかたどり、角の部分を丸く作って、また蓋を高く山のように盛り上げている点が特徴です。その蓋は箱の身の部分よりも大きなかぶせ蓋の形に作られています。それから本作は高さが12センチメートルを下回っています。このかぶせ蓋の作りと高さが抑えられた姿は、平安時代に作られた片輪車蒔絵螺鈿手箱と同様であると言えます。しかし平安時代に制作されたこの箱がお経を納めた経箱であったと考えられるのに対し、江戸時代に作られた本作は筆と墨を使う際に使用する文房具を納めた硯箱となっています。箱の身の内部には左に銅製の水滴、つまり硯に刺す水を入れておく容器をはめ、それから焼き物の硯である瓦硯も設置しています。また右の低くなった箇所が筆置きになっています。加えて右の端は刀子、すなわち紙に書いた文字を削って修正するために用いた小さな刀を収める箇所となっています。箱は前面に金粉を密に巻かれ、そこに波の字の文様が描かれています。波は漆で線書きしてから金粉を巻く付け書きで表されています。水の上には小舟が並び、小舟は漆を盛り上げて金粉を巻いた薄肉の高蒔絵で描かれています。水の上に架けられた橋は厚い鉛の板で表現されています。さらに本作にはチラシで書かれた文字も表され、この文字は切り抜いた銀の板を貼り付けて示されています。文字は平安時代の中期の2番目の直線和歌集である五線和歌集に収められている源仁の歌を船橋の字を省略して表しています。この文字による歌の表現は、文字で表されなかった船橋の部分については箱に表された船と橋のモチーフから読み取ることを作品を見る鑑賞者に求めています。本作は大胆なデザイン、複数の素材を組み合わせた高度な工芸の技術、古典文学から主題を取る点で本阿弥光悦の影響のもとに制作された蒔絵が施された作品の代表的な作例となっています。